さあ、あとはですね、5月から始まる交流戦マスコットチア交流のお知らせをしてまいります。これは何ですか？まだ発表していないものもあるので特別にここでは1回だけ言いますが、逆に1回しか言えませんって、そんな極秘な情報なのか。そこまで重大なことなんですか、これ。じゃあまあこっそり1回お伝えしますね。5月16日17日カープ戦にはスライリーがやってきてくれます。5月29日30日バファローズ戦はバファローベルとビーズガールズ、そして6月5日6日マリーンズ戦はマー君 M スプラッシュ小夏さん、6月9日10日ホークス戦はハリーホークとハニーズ、そして6月29日30日ジャイアンツ戦はジャビット、そして7月6日から8日8月10日から12日スワローズ戦はツバクローさん、8月22日23日タイガース戦はトラッキーがやってきてくれるということですので、はい、ここにいらっしゃる皆さんはね、マスコットファンの方も多いと思いますので、どうぞご期待ください。お願いします。はい、さあ各種告知はこれで終わりましたので、はい。